水上山古墳は千葉県阿鼻子市鷹野山にある古墳。形状は前方公園墳。阿鼻子古墳群を構成する古墳の一つ。千葉県指定史跡に指定されている。千葉県北西部、手賀沼西部北岸の大地上において、手賀沼を一望する位置に築造された古墳である。1965年に発掘調査が実施されている。墳形は前方円形で、 噴球主軸を東西方向として前方部を東方向に向ける。噴球町は69メートルを測り、手賀沼周辺、東葛地区では最大規模になる。噴球の前方部噴町からは、祭祀に使用したとみられる、弾き壺が検出されている。噴球周囲には幅約6メートルの集合が巡らされており、集合を含めた古噴全町は81.5メートルを測る。 主体部の埋葬施設は、公園部墳町における、粘土角で、長さ5.13メートル、直径0.7メートルの先竹形木管を、ローム土で包んだ、ローム角とも言うべきものになり、角の主軸を墳球と平行の東西方向とする。管内には、主外存したほか、ガラス小玉280個、ガラス管玉1個、活石製管玉1個、トース2本。 針数本が検出されている。この水上山古墳は古墳時代中期の4世紀末揚マイナス5世紀初頭頃の築造と推定される。下宇佐地方西部では、初原的な大型前方公園墳として位置づけられ、山東県とのつながりの始まりや、手賀沼の支配を示唆する古墳になる。古墳域は1992年に千葉県指定史跡に指定されている。 古墳の規模は次の通り。墳球は一定の高さで盛り土を一旦揃えて、その上に繰り返して盛り土するという手法によって構築される。このような手法は主に西日本に見られ、西日本的広報とも称されるが、水上山古墳以前の弁天古墳では、在地的な水平積みであり、水上山古墳以後の古墳でも西日本的広報は継続しないことが注意される。 このような一大限りの西日本的広報による造母は各地で見られ、当時の大和王権の大王と地方主張とは個人対個人で関係するシステムであったことが示唆される。ありがとうございます。